弊社より大変お世話になっております。学校であった怖い話実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、前回で新井さんのね話が終わりましたので、今日から2週目風間さんということでね大丈夫ですかねまあ個人的にはね結構楽しみだったりするんですけどね。風間さん割とさ、語り手によってテイスト違うじゃないですか。新井さんはなんかすごい正統派な怪談の担当っていう感じじゃない？風間さんはさ、なんか飛び道具な感じするじゃないですか。まあ、一周目のイメージなんだけど、こっくりさんに続いて一体彼がどんな話を持ってきているのかっていうのはちょっと気になりますよね。聞いていってみましょうか。一緒にやってみる系とかですかね、風間さんは。こっくりさん以外にあるのかな？なんか一緒にできること。僕は風間望む3年だ。それじゃあ、とっておきの怖い話をしてあげよう。話をしようとしている。やってみようシリーズじゃないのか。この学校に伝わる怪談の中でも、最も怖い話。大丈夫ですか、風間さん。前回の新井さん超えられるんでしょうね。相当ハードル上がってるけど。正門の横に校長先生の銅像があるのは知ってるだろう。ああ、これ新井さんの話でも出てきたよね。自爆霊を鎮めるために銅像を作って、で、なんか動かしたんですよね、門の隣にね。校長先生の像だったっけ？校長先生の像だと大変じゃない？結構変わるもんね。創立者とかだったらね、わかるんだけど、歴代の校長の像が並んでんのかな。まあでも銅像の話っていうことですね、今回はね。あれは夜中になると、一人でに動き出す。かなって思った。かなって思ったけど、ああ、王道だね、なんかね。え？終わり。いやいやいや。めんどくさいな。選択肢か。これで本当に終わりなのか尋ねる。しばらく黙って様子を見る。新井さんだったら、まだ本筋にも入ってないですよ。まだ自爆霊の説明をしだしたところぐらいですよ。勘弁してほしいな。じゃあ、様子見てみるか。どう出るつもりなのか。その顔やめてください、マジで。どうしたんだ？何をみんな黙ってるんだ？僕の話は終わったんだぜ。次の人話せば？これで本当に終わりなのか尋ねる。次の人の話に移る。でも、風間さんってさ、ちょっと天の弱なところあるよね。次の人の話に移ろうとすると、逆に話し出すような気もしない？で、こっち行ってみようか。それでは次はどなたが、僕が言いかけると、風間さんは顎を上げ、軽蔑したような眼差しをちらりと向けてきた。ほら来たよ。これ分かってきたんじゃない？風間さんのこと結構。あ、次の人の話に移るのかい？ダメだな、君は。お前だろ、ダメなのは。せっかくこれから僕が本当に怖い話をしてあげようと思ったのに。あー、これで始まる感じ？む、なんなんだ、この人は。そうだね。風間さんのさ、話の時、主人公喋るよね。風間さん、さっきの話の最後に、終わりって言ったじゃないですか。君ね、取材は相手の話をいかに聞き出すかっていうところにポイントがあるんだよ。そうか。確かに言われてみれば、みんな勝手にすげえ喋ってくれるから。ヒアリングという観点は忘れていたけどね。相手の話をただぼーっと聞いてりゃいいってものじゃない。まあ、一理はあるけどね。それぐらいわからないのかい？これ、しないつもりなのかな？怖い話。まあいいけどね。君が聞きたくないならそれでもいいよ。そんな、すごい聞きたいっていうわけではないんだけど。どうぞ、そんな膨らむのかなってのはあるけどね。むむむ。僕が困っていると、風間さんはみんなに向かって、次の話の催促を始めた。僕の話はこれで終わりだ。
稲葉くんがもういいって言ったからね。腹立つな。さあ次は誰の番だい。え？マジで？あの野郎。え、ハズレ引いちゃった？ハズレ選択肢だったってことか。ちょっと。なんかニコっていう表情の差分あるじゃないですか。あれすげえ腹立つなって思ってたんですけど。普通の真正面向いてるやつも腹立ってきたな。これで本当に終わりなんですか？物質は重い沈黙に包まれた。ちょっと困るんですけど。浅間さんの話は本当にこれで終わりなんだろうか？僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか？ああ、そうだよ。ただ、なかなか怖いだろう。いや、これだともう記事になんないっすよ。一体この人は何なんだろう。確かにこの話が本当なら怖いと言えなくもないが、銅像が動くなんてデマでよく言うような話じゃないか。この人は僕をからかっているんだろうか。どういうつもりなのか尋ねる。銅像のことを詳しく話してもらう。しばらく黙って様子を見る。まあ、新聞のことを考えたら、銅像のことを詳しく聞いていくっていうのがいいのかもしれないんだけど、俺は、どういうつもりなのかを小一時間問い詰めたい。そっからですよ、まずは。どういうおつもりなんでしょうか？なんだい？何か文句でもあるのかい？いや、文句ってわけじゃないんです。ただ、あまりにあっけない気がするんですけど。そうだね。新井さんだったらまだ、自爆霊の説明の3分の1が終わったぐらいです。しょうがない。それじゃあもう一つ、とておきの話。いや、銅像の話でいいんだけど、もう一つはいらんよ。そういう意味じゃないんですけど。驚いて腰を抜かさないでくれよ。風間さんは睨むような目つきでみんなを見ますと、咳笑いを一つし、ゆっくりと話す。なんでみんなを睨むんですか？みんなは何も悪くないでしょう。みんな、下駄箱は利用するよな。当然だ、あの下駄箱さ。実はあそこに人玉が出るって話を知ってるか。人玉来るかなって思ったよ。こういう感じ？まっすぐ前を見つめるんじゃないよ。どうしよう。次の人の話に移るってやるとまた終わっちゃうのかな。終わりなのこれで。物質は重い沈黙に包まれた。さっきからずっと重い沈黙だな。風間さんの話は本当にこれで終わりなんだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか。この辺の文もさっきと同じじゃないの。文句ってわけじゃないんですけどっていうか、文句ですけど。僕が二つも話したのに不満なのか。仕方ない。じゃあもう一つ話す。いや、こういう話をいっぱいされても使いようがないんで、ちゃんとした話を一つでいいんですけど、実はこれはあまり話したくなかった話なんだか。風間さんは思い詰めたようにおっしゃった。もうこの時点で上履きで頭をパーンって叩きたいんですけど、しかしすぐに顔を上げると話を始めた。君たち、3年に、ああ、具体的な登場人物が出てきた、小出照夫ってやつがいるのを知っているかい？これは、本ちゃんなのかな？小出照夫さんね。あいつ、タヌキに取り憑かれてるんだ。めっちゃ面白そうだな、その話。詳しく聞かせてくれないか。なんでだよ。詳しく聞かせてくれよ。小出照夫がタヌキに取り憑かれた話をよ。これを繰り返す感じなの？俺はきついな。俺終わりなんですか？もう一目に包まれっぱなしだよ、さっきからあなたのせいで。これで終わってしまったんでしょうか。そうだよ、僕は三つも話してしまった。約束では一人一つじゃなかったのかい？いや、こっちのセリフだけど。ちゃんとした話を一つしてくれればいいんだよ。もう満足だろ。いや、でもなんていうか、もうちょっと具体的な話をしてもらいたいんですけど。そうだね。小出照夫さんの話をもう少し深掘りして聞きたい。わがままなやつだな、君は。
仕方ない。僕は4つも話すつもり。違うよ。だから4つ目じゃないんだよ。小出照夫さんの話を聞かせてくれや。風間さんは悩むように頭をかけて、こっちだよ、それは。今度こそ本当に怖い話をしてくれるんだろうか。風間さんは長いため息をついた後、おもむろに話を始めた。実はな、3年に、沢見司って女がいるんだ。具体的な登場人物が再度出てきましたが、細くて釣り上がった目をした。頭のいい女なんだかな。頭のいいっていうのは成績が優秀っていうことですかね。あんまり可愛くないんだ。そうですか。彼女な、真面目なんだか、付き合いが悪いのさ。ああ、一応2分目に行きましたね、初めてね。2分目っていうか、2ページ目っていうか。誰が誘おうとも、決して誰とも付き合おうとしないんだ。付き合いが悪い。男でも女でも。ここで言う付き合うっていうのは、異性交友的な不純異性交友的なものではなくて、なんか遊びとかに誘っても断られてしまうっていう意味合いで合ってますよね。いつもさっさと帰ってしまう。なんか家でやることがあるんじゃない？クラブにも入っていないしな。実況撮ってるとか。僕はね、ある日彼女の秘密を偶然に知ってしまったんだよ。彼女には誰とも付き合えない秘密があったのさ。これ怖いの？なんと8つも進学塾に通っていたんだからな。もうなんか呪われてほしいな。何でもいいから呪われてほしいな。まあ、なんか無駄が多すぎて、それを通わせてる親が怖いですけどね。曜日ごとに違う塾に行ってたとしても、一日被ってるもんね、どっかとね。これで本当に終わりなんですか？ちょっと、小出照夫さんが狸に取り憑かれた話に戻ってもらってもいいですか？それって、怖い話なんでしょうか？そうだね。さっきまではどんなに短くとも、とりあえず怖い話ではあった。それが今のは何なんだ？あ、そうだよ。8つも進学塾に通う女なんて、幽霊より怖いじゃないか。そんな女と君は付き合いたいと思うのかい？そういう意味の付き合うなんだ、風間さんが言ってんの。とりあえず現実的に怖いかどうかはいいんです。そうだね。もっと想像をかきたてられるような怖い話をしてもらえませんか？どんどん評価が落ちていってんな、風間さんの。仕方ないな。僕にどうしても本当に怖い話をさせる気なんだね。すんの？この後？その割にはさ、もうちょっと前段で時間使いすぎなんだよね。どうせないでしょう。わかった。どうなっても知らないよ。心なしか、風間さんの顔が青ざめているように思った。おい、引っ張ったけ。っていうかさ、他の人もなんか言ってやってくださいよ。細田さんなんか、お願いしますよ。ガツンと。言っちゃってくださいよ。そして体が、心なしか震えているように見えた。風間さんは躊躇しながら演技すんのやめてくんない？実はね。いや。これはやっぱりやめた方がいいと思う。これはまずい話なんだ。とてもまずい話だから、聞くと気分が悪くなるかもしれない。今学校の食堂を利用したことがあるだろう？あそこの、まずい話か。ちょっと待って、嫌な予感がする。俺もだ。黙って話を聞く。遮ると多分ね、あれですよね。不機嫌になりますよね。ちょっと聞いとくか。あそこの学食は。とてもまずい。まずい話。終わり。ちょ、岩下さん、死ねって念じてもらっていいですか？死ね死ねって念じてもらえないですかね。なんとか。もうすでに念じてるかもしれないけど。聞かなきゃよかった。あの食堂ほんとまずいだろ。まあ、学食でそんなめっちゃうまいってないと思うけどね。安さと量だからな、求められんのはな。あんなにまずいのに人が入るのは安いからだな。あの定食のことを思い出すと、想像をかきたてられてしまう。ああ、気分悪い。風間さんが青ざめていたのはそのせいだったのかもしれない。どうしよう。そうだな。この人にこのまま話を続けてもらっても怖い話は望めそうにない。もう諦めて次の人にバトンタッチした方がいいんだろうか。
我慢しますか。なんか出てくるのかな、わかんないけど、もう一度我慢してみよう。あのお願いしますよ、これは怖い話の特集なんです。学校の食堂がまずいのどうのっていう話じゃないんです。これじゃ記事が書けませんよ。誤称だから僕を助けると思って真面目に話してもらえませんか。かわいそうだな稲葉くんな。笠間さんは不安顔だ。なんでだよ、ふざけんなよ。岩下さん念を強めてもらっていいですか。でも仕方ない、僕は粘った。頑張るね。どうやら話す気になってくれたみたいだ。今度こそ怖い話を期待したい。しょうがないな、僕はもう5話も話したんだね。そんな行きましたか。もう1人目が1つ話したから、僕がもう1つ話すともう七不思議が完成してしまうんじゃない。いやいや、もう新井さんが実は3つ話してるんで。さっきの なんだっけ、沢見つかささんの話でもう完成してますよ、すでに。みんなこれは失敗だよ。僕に7つ目の話をさせるなんてね。それがどんな災いを招くか分かっていない。え、はっきり言って7つ目の話なんてどうでもいいのさ。問題は7話を話したという事実が大事なんだ。七不思議が完成すると何かが起こる。こっからか、こっからってこと。そうだな、7話目はこの学校で5年前に自殺したやつがいる。5年前ですか。これでいい、これで七不思議は完成した。こんなんでいいの。全然不思議じゃない気がする。七不思議が終わるとどんなことが起きるか知ってるかい。なんすか。一人いなくなるんだよ。そうさ、今までいた人間のうち一人が急にいなくなってしまうのさ。ほら数えてごらん。3人、4人、5人、6人、6人しかいない。違う、語り手が6人か。語り手が6人で稲葉くんもいるから7人いるはず。稲葉くん、君を含めて7人いなければいけないはずだろう。1人いなくなった、それが6人になっている。風間さん自分のこと数えてません。つまらないやつだな君は。せっかく僕が盛り上げているのに、どうしてさっきから水を差すんだよ。まったく、もうブツブツブツ、風間さんはブツブツ言っている。どうして先輩はこんな人を呼んだんだろう。もしかしたらこの企画を失敗させるつもりじゃないのか。ほんとそうだよね。何人見てると思ってるんですかこの動画。勘弁してよ。僕は気を取り直して3人目の話を聞くことにした。え、やばい、なんだろうこの虚脱感。実況撮ってる時にこんな虚脱したことないぞ俺今まで。一応別選択肢も見ておきますか。一不思議目の銅像のことを詳しく話してもらう、教えてください。あのその銅像の話をもう少し詳しく話してもらえませんか。風間さんは僕から目をそらし、困ったような顔つきをして髪を張り上げた。張り倒してほしいな。いいけど、君が後悔しないならね、今ここで絶対後悔しないと誓うなら話してあげるよ。え、この人は話が本題に移るのを避けようとしているみたいだ。そんなに恐ろしい話を知っているのだろうか。いや、そんなことないと思うよ。これ以上この話を聞いてもいいものだろうか。風間さん、聞かせてください。どんなに恐ろしい話でも構いません。僕も新聞部員の端くれです。取材は途中で投げ出せません。よく言った。風間さん、僕の目を射抜くように見つめた。君がそれほどの覚悟を持っているのなら。始まるかな。こっから始まっても腹立つけどな。彼の瞳は固い決心に彩られていた。これからどんな恐ろしい話が語られるのだろう。夜中一人でに歩くという銅像は何か想像を絶するような事件を引き起こしているだろうか。そうだな、一体どんな歩き方なんだ、どこに向かっているのか。
部室内は各々の心臓の音が聞こえそうなほど静まり返っていた。暑い。なんて暑いんだろう。僕のシャツと肌の間に何本もの汗の筋が通っていく。しばらくの沈黙の後、風間さんは目を伏せながら銅像の話を語り始めた。生徒通用門に入り、右手に進み、7本目の植木のあたりにある花壇越しに見える裏庭から新校舎の北へ向かって117歩ほど歩いたところで左に曲がり、体育館まで行かないところにしめやかに佇む校長先生の銅像。眉はキリリと上がり、生徒を慈愛の目で見つめるその瞳の奥に、教育への熱情が込められている僕たちの誇りともなるべき最高の銅像は夜中一人でに動く。終わり。岩下さん、お願いします。フルパワーでお願いします。ピエン、これで本当に終わりなんですか？あの、なんだい君は、詳しく話してやったろ。銅像のありかから風貌まで、君も新聞部員の端くれなら僕がいかに苦労して今の話を語ったかわかるだろ。俺の方が大変だったわ。この細密な描写、すごいドキュメンタリーだったと思うだろう。君のような端くれにこんな話が語れるか。端くれって、しかし端くれか、わはは、端くれだって。何がおかしいんだよ、腹立つな。君そんな臭い言葉を使っていたら女の子やもで、臭い言葉ってなんだよ。なんで先輩はこんな人を呼んだんだろうと考える。この人がこのように生を受けたわけを考える。この人の生と愛と死について考える。風間望む、いい名前だ。ちょっと主人公が哲学にふけろうとしてるんだけど、どれも見たいような見たくないようなだな。この人は何で生まれたんですかね。この人はなぜこのように生を受けたんだろうか。僕にはわからない。きっと僕の家の隣に住んでいる田中さんにもわからない。親戚の家で飼ってるポチにもわからない。何なんだろう。なんで僕がこんなこと考えなくてはならないんだ。そうだな、もういいや、次の人の話を聞こう。それでは次の人。ちょっと待ちなよ。なんすか、僕の話はまだ終わっていないんだよ。風間さんが文句を言い出した。だってさっき銅像は夜中一人でに動く、終わりって言ったじゃないですか。うるさいな。うるさいのはお前だろ。もう少し話してやるって言ってんのに反発するなよ。お願いしますよ。じゃあ今また新しいドキュメンタリーを思いついたんだから。作ってんじゃん、ここで。風間さん、ドキュメンタリーって思いつくとかいうものじゃ。平成2年3月14日に建てられた校長先生の銅像は銅でできており、表面がピカピカに磨き上げられ、しかも滑らかで張りがあり、まるで生きているかのような生命の息吹を感じるというところのものなのであり、さらにブツブツブツ。風間さんはブツブツ言っている。僕は彼のことを放っておいて次の話に行くことにした。それでは次の話に行きましょう。次の方お願いします。俺のテンションが下がってんじゃねえかよ。なんでこんな疲れんのかな。すごいなんか、どっと疲れたわ。なんかさっきから俺、貧血気味なんだけど。ちょっとフラフラしてきたんだけど。じゃあ生と愛と死ぐらい選んどくか。僕は彼の生と愛と死について考え、長いな、やめよう。そんなこと考えたくない。そうだね、なんだかやる気をなくしてしまった。まだ七不思議の2話目なのに、なぜこんな気持ちになってしまったんだろう。何も不思議じゃないですけどね。だるい。なんだか何もしたくない。これは霊の仕業か。いや、風間さんのせいだ。風間さん一人のせいだ。まったく、この人一体何なんだ。あまり関わり合いにならない方が良さそうだ。僕は気を取り直して次の話を聞くことにした。それでは次の話に行きましょう。次の方は。一応セーブしとくか。もうなんか、風間さん、焼却炉に放り込みたい。
焼却炉で焼いて灰にした後にコンクリートミキサーで粉砕して花壇に巻きたいね養分にしたいね花たちの。もうなんかちょっと心なしか進藤さんも悲しそうな目をしてるもんないやー新井さんで4パート使ったから風間さんなんとか2パートに収められないかなとか思ってたんだけど、まさか1パートで終わるとはいやじゃあ次はねお待ちかねの細田さんのシナリオなんでそれを楽しみに行きましょうね。はい、ではこのパートは以上にします。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。